ご苦労様でした。中日経済代表文化代表所の新大使で代表になられました、新新代表の歓迎総会。新志純閣下はご承知のように外交畑をずっと歩いてこられたわけでありまして、今回日本の代表所にまだまだ両国の間には懸案の事項もたくさんあるわけでありますけれども、我が国といたしましては、昨年の大震災の時に台湾から膨大な援助をいただきまして、本当にありがたいことだと思っております。このことも心から感謝を申し上げ、新志純閣下の今後ますますのご活躍と、そして両国の発展を中心からお祈りをさせていただきまして、冒頭の挨拶に返させていただきます。平沼会長、並びに三河議員懇談会の先生方、こんにちは。両国の国民は、現在の対日関係が過去40年間で最も友好的で緊密な関係にあると感じていることと思います。馬総統も公の場で対日関係は大きな進展を遂げ、新たな段階に入ったと表明しています。来年4月には日本の宝塚歌劇団の台湾公演が、また再来年には我が国の故宮博物院の文物の日本での特別展開催が予定されております。今後も党代表賞は引き続き対日間の文化、経済などの交流を推進してまいります。また、我が国は国際原子力機関などへの参加へ、二国間及び他国間の自由貿易協定を締結して、国際社会と共に歩むことを望んでいます。何とぞ、帰国のご協力、ご支援をお願いいたします。私はこれまでに先輩方によって構築された対日関係の良好な基礎の上に、新たな局面を切り開いていきたいと考えています。今後とも引き続き対日関係を共に推進、発展させていくために、お力添えを賜りたく存じます。最後に、平沼会長、並びに議員の先生方、本日は国会会期中のお忙しいの中にもかかわらず、私のためにこの場を設けてくださり、心より厚く御礼申し上げます。対日関係の発展と皆様のご健康、ご活躍を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきありがとうございました。代表のお話の中にありましたように、国際原子力機関への参加、あるいは FTA 交渉を積極的にやっていくんだというお話もありましたので、本題につきましても日韓銀行団体でできるだけサポートしていきたいと、このように思いますので、どうぞ今後のご活躍をお願いいたしたいと思います。也非常感谢这个日华肯的这个超党派的这个国会议员的组织啊，
在故宫的这个致敬上啊，发挥了这个重大的作用。我们一定代表说，一定跟日华垦还有这个日本社会各界啊密切的合作，希望故宫来展出的事情呢、啊，能够圆满成功，再创新纪录。我相信这个文化交流啊，是双方彼此互相学习的最好的一个管道。希望有一天日本的这个精彩的这个文物啊，也能够在台湾展出。我刚才在讲话的时候也提到，深感责任重大。我希望将来这个台日之间的交通，这个交流跟互动啊，能够更加密切。在这方面呢，我一定会全力以赴，也拜托这个日华垦所有的国会议员朋友们啊，给我们协助，给我们帮忙。時間がだん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 限られてまいりまして、閉まってまいりましたので、これから関係の写真から今後ともの日台の交流を深めていきたいと思います。ありがとうございました。また先生方もありがとうございました。Good to see you here in Tokyo. Okay. See you again. Thank you for your friendship. Thank you for your friendship. 我们也过去呢，去年九月呢，也跟日本签订了这个投资协议，将来希望用堆积木的方式啊，能够创造更多有利于台湾跟日本之间呢、经贸往来的环境。